本日はフライパンで作るオートミール蒸しパンをご紹介します。皆さんこんにちは、まいです。今回はフライパンを使ってオートミールの蒸しパンを作っていきたいと思います。オートミールをミキサーなどで粉状にして米粉を入れることでしっとりもちもちの食感になり、朝ごはんやおやつにもおすすめなレシピになっています。難しい工程はなく、混ぜて蒸すだけ、ダイエット中でもおすすめな食べ応え抜群な美味しい蒸しパンですので、ぜひ作ってみてくださいね。それでは調理を開始していきます。こちらがもちもちオートミール蒸しパンの材料とカロリーです。スクリーンショットを撮っておくと便利だと思います。オートミールは 100g 計量してミキサーやフードプロセッサーなどで細かくします。絹豆腐は水切り不要でそのままボウルに入れて滑らかになるまでホイッパーなどで混ぜます。絹豆腐が滑らかになったら M サイズの卵1個を割り入れてよく混ぜます。甘味料のラカント大さじ5を入れてよく混ぜます。ちなみにエリスリトールでも OK です。甘さはラカントの方が強いので、エリスリトールを入れる場合は甘いのがお好きな方は大さじ6から7くらい入れるとちょうどいいかなと思います。そこへ大さじ1の米粉を入れ、粉状にしたオートミール 100g と無調整豆乳大さじ3を入れて混ぜ合わせます。よく混ざったら、そこにココナッツオイル大さじ1を入れ混ぜ合わせます。ココナッツオイルがない場合はサラダ油やオリーブオイルなどでも OK です。ベーキングパウダー小さじ1を入れよく混ぜ合わせます。これで生地の完成です。シリコンカップを6つ用意します。シリコンカップがない場合はアルミカップに生地を入れて蒸してる時に広がってきちゃうので、広がり防止のためにプリンの型などに入れた状態で蒸しても作れるかなと思います。生地をシリコンカップの8分目くらいまで入れます。カップを叩いて空気を抜き、表面を平らにします。フライパンに布巾を敷きます。布巾がない方はクッキングペーパーを 2、3 枚重ねておいてください。こうすることで沸騰した際にカップがガタガタするのを防いでくれて、きれいに蒸し上がります。お水を 1.5 センチくらいの高さまで入れ、沸騰するまで中火で、沸騰したら蓋をして弱火で15分から20分くらい蒸します。蓋に水滴がたくさんつくので、蓋を外す際に水滴ができるだけ垂れないように気をつけてください。私はやっていないんですが、蓋に布巾を巻いてあげると水滴が防止できるので、気になる方はやってみてください。ふっくら膨らんで爪楊枝などで刺しても何もついてこなければ完成です。型から外して網の上などに出して粗熱を取ります。もちろん熱々を食べても美味しいのでおすすめです。
ただきます。ふわふわの蒸しパンというよりはむっちりどっしりした蒸しパンです。米粉が入ってるのですごくしっとりしていて、結構これ1個でも重たいので、うん、美味しいです。しっとりむっちりした蒸しパンが好きな方はぜひ作ってみてください。朝ごはんにおすすめです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。何かわからないことや作った感想などぜひコメント欄に書いてください。それではまた次の動画で。I can't see